カルラ・フラッチは、イタリアのバレエダンサー。ミラノに生まれる。ミラノ・スカラザ、バレエ学校で、ワガノワバレエ学校出身のベラ・ボルコワなどにバレエを学び、1954年に卒業して、スカラザバレエ団に入団する。1956年に、ソリスト、1958年にプリマ・バレリーナに昇進した。1959年、 ロンドンフェスティバルバレエ団の招きを受けて初めてジゼルを踊った。フラッチはアリシア・マルコワの踊ったジゼルに憧れを持っていたが、この時にマルコワのパートナーを務めていたアントン・ドーリンから指導を受けて、その後ジゼルを最も得意な役柄とした。ロマンチックバレエ機の作品を得意とし、ジゼル以外でもラ・シルフィードなどのタイトルロールは絶品と評された。 イタリアを代表する国際的なバレリーナとして20世紀に名声を確立した初めてのイタリア人ダンサーと評価されロイヤルバレエ団、アメリカンバレエシアター、シュトゥットガルトバレエ団など世界中のバレエ団にゲストとして招かれ高い人気があった。日本にも世界バレーフェスティバルへの出演などで数回来日している。1996年にローランプティは フラッチのバレエ生活50年の記念として、コレットの小説を元にした、シェリーを彼女とマッシモムルに振り付けた。なお、彼女の名を冠した、カルラ・フラッチブランドのフレグランスが発売されている。また、2004年10月16日には、国際連合食料農業機関のアンバサダーに任命された。2021年5月27日までに、ミラノで死去。ありがとうございます。